アンバーはどうなった？悪いわね、まだよ。でも協力者が城を混乱させてるところよ。計画に変更はないわ。飼い犬は入念にしつけておけ。過信するな。彼は優秀よ、安心して。いいだろう、好きにしろ。手を噛まれないよう注意することだろう。レオン、考えは変わった？エイダか。諦めの悪いあなたに情報をあげる。あの子、漁師の間に連れて行かれたみたい。子守も大変ね。おい、エイダ、エイダ。最高だ。相変わらずだな。はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。ということでね、ルシファーがお送りするバイオハザードあるいは前回の月からなんですけども、なんかね、エイダからの連絡がありの、ここどこっていう感じで、どこ行くの、そっちみたいね。まあまあ追いかけていきたいとこである。アイメラルド、なんかなんでこんなもんが落ちてるのかわかんないけど、まあいいや、落ちてるんで取っていこうというところですね。なんかある、何、あ、岸を始末しろと。なんで私が、あー、これあれだね、アシュリーが行った道を順当に追ってけって感じなんですかね。どうなんでしょう。あ、こっち開いちゃう、開いちゃうけど、こっち行ったら進んじゃうんでしょ。その前にまだやってないことがあるよねっていう話なんでしょ、多分。多分ね、多分そういう話なんですよね。弾取って、いやいや、もう弾取ってっていうか、あんまり何も行きたくないんですよね。どう考えてもなんかすごく荒らされてる感が半端じゃないっていうところなんですよね。まあ、ただ行っとかなきゃね、あの、取れるもんも取れねえよっていう話だと思うんで。いや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 、ネズミがいる、ネズミがいる。ネズミがめちゃくちゃちょろちょろしやがるね。これネズミ？違うでしょ、なんかに当たっちゃった。違うじゃん、何もこれめんどくせえな。まあいいか、とりあえず行こう。でもなんかあのネズミなんかあったよね、ネズミ書庫がどうのこうのとかっていうイベント。え、もう無理なの？いるやん、いるね。はい、まあまあとりあえずやっとこう。まあまあ50発あったらなんとかなるの、なるのか。うん、とりあえずね、戦えるんでいいのか。いや、いいか悪いかって言うとあんまり良くないような気がするね。地下にいたんじゃないの、なんか変なやつら。まあこの部屋にもいたような気がするんですけど、
とりあえず金目のものってか金いいよか、もっとなんかいいもんが欲しい。いいものが欲しい。もっとね、もっとためになるものが欲しいんですけど、まあまあどこ行ってもしゃあない。ああれだ、弾かれてるわ弾。いやこれもったいないよね。ハンドガンで何とかしたい。なるほど、騎士様ご一行が。ああ無理だ。いいよ。よいしょ。危ねえ。あー危ねえ。こういうことね、こういうことね。やっぱめっちゃ弾使うじゃん。あの黄金騎士が特になのか。もう黄金騎士とかいいんだよ。そんなのちょっとガロだけでいいんですよ。何よ。でまあまあ一通り回収させてもろてというところでね、次行ってみましょうかと。ああ危ねえ、危ねえね本当に。弾切れが本当に怖いのよね。ああでも手榴弾もありだったかな。なんだかんだね、なんだかんだ手榴弾もありだったような気がする。まあ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 これはもうこうやっておこう、こうやっておこう。まあまあ皆殺したら安全ですからね、なんだかんだ言うてね、言うて、まあそういうことですよ。はい、あ手榴弾強化、手榴弾強化してくれてる。あでかいね、強化手榴弾でかい、結構大きさがある。ナイフ手放してきてもよかったな本当に。ああまずマジでこれがめんどくさいな。ここがあれいるじゃん、もうすでにいる。よいしょ。スピネルゲットと、これ何もできなさそうだね。ここはその奥に何かしらがあるだけで、ここ自身に何かって感じじゃないっぽいね。あとどっから遭遇するかって話だね。おぶねえ、後ろにいた、後ろにいた。危ない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 。とりあえずは、うん、ここで迎え撃つ形が一番いいのではないか。あ、来た来た、迎え撃とう。迎え撃つ形でね、うん、で、頭を飛ばす。はい、よし。
ピネルはありがたい。でこれだね、これこうじゃないよね、どう考えても違うよねっていうところ、こうか、よし開いた。え、なにこれ、ちょっと待ってね、ちょっと大きさの都合上つらいねっていうところかな。じゃあまあまあこれをこうやってこうでしょうね。で、これをこうやると綺麗に収まると。何これ、ライフル、まあいいか、まあまあくれるんだからもらってこう。で、あと向こうと上上がったところでアイテムが取れますよというところだね。まあまあ誘い出してのこの戦法はあながち間違いじゃないんでねえのかなと思ったりもするんですけども。あ、これだ。はい、いいよ、イエローゲットで、でですよ。でアシュリーじゃこれは何も持ってなかったんで、これだね。はい、いいよ、猫ゲットね。いや、あまりこんなのをやってる場合じゃないんですけどね。これで、あとが、あとまだなんかあんの？どれ？どこ？過ぎた。ん？あ、ここか。あ、しまった。私じゃ開けれない。アシュリーの時に開けなきゃダメなんだね、あれ。じゃあしゃあない、諦めよう。諦めようか。でまあまあこれでこっちに降りて、でで進んできゃいい感じですかね。ここだったかな、ここをね進んでいきゃいいのか。これほんと大丈夫、これ大丈夫じゃないよね。危ない、なんかいろいろまずいような気がやっぱりするよね。バカ野郎だね。とりあえずちょっと無視さしもろて、無視さしもろて、こんなの弾がいくらあっても足んねえっつう話だよね。でここは、ここなんかその辺にあるっぽい。どこ、ん、違うの、もうちょっとこっちか、こっちか、どこ、あ、それそこ、はい、スピネルも結構あるんですけど、やっぱねプレス5だけ、それを見てどうしたらいいの、そこに行きゃいいんでしょ多分。なんだかんだどうやって行くかってところだよね。新旧の書1、回収歴2年7の月、領主ラモン様より名誉ある任を仰せつかる。不完全な人の身を虫の高みへ至らせる。その術の探求だ。我が生涯を捧げるに悔いはない。
回収歴4年1の月、人の血液を黒い水に置き換える実験は次なる段階に至りつつある。母体がその鍵だ。無くなる命は安く黒い水に染まり得るってこと？合ってる？回収歴6年1の月、私は母体より摘出したこの聖なる、何これ、わかんない、に、なんとかに、我が名誉ある仮名を取って U2 と名付けた。人ほどの大きさに成長した U2 は今や、何？餌だけで際限なく増え続ける。私は新たな生物種を作り出したのだ。もうちょっと病気だね。ラモン様 U2 の擬態の技を称賛され、見えざる者ノビスタドールとお呼びになった。我らが主人サドラー様からもお褒めを授かったと聞く。身に余るこう栄誉だ。涙で筆先を見えないイシドロ・ウリアルテ・タラビラ・ガクシ、ちょっとなんか危ない研究してるというところですかね。そんなもんしないでもらいたい、本当に。あ、これまずいな。全然何もかもが足んねえんだけど、どうしようか。足りないけど、まあまあ行かざるを得ないんでしょうね。これね、走るの怖いね。なんか擬態とか言ってたもんね。今んとこ、あれが完全にそうなんでしょ、こういうことでしょ。ね、これ無限？まさかと思いますが、無限ですか？ケツに回られるとこ。よし。いや、ここでライフル弾とかもらってもどうすんの？本当に。いって、やっぱり食らうね。いい加減にしてくれ。漁師のままこの先か。ですよね。よし、こっちからは何もできない。これ来たとこに戻ってるよね。危ない。その奥にも行きたいんですけど、こんなところにある。で、ハーブもある。この辺ハーブない？反対側。ああ、これだ。どこに行きゃいいんでしょうか。ちょっと待ってよ。ここから入ってきてっていうとこでしょうね。そこの階段っぽいね。いや、無視できるなら無視したいんだけど。
ちょっとね、めんどくさいよね、この数が。多分。ノビスタドールだったっけ？こっちか？え、こっちじゃない。この向こうだね、多分。そこにいるんでしょ、どうせ。どうせいるんでしょ？結構やったと思うんですけど、よし、まあ、とりあえず無視で。いや、そんな出待ちみたいなのやめて。もううるさい。落ちていっちゃったよ。あ、もうなんかいろんなところ飛んでくんな。いいよ。あ、もう一個ある、どっかに。もう一個ある、どこ、どこにあるの。向こうの上なのか。でもこっち側からじゃいけないっぽいね。よいしょ。あ、痛い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 。バカ野郎。そんなことやってる場合じゃないのよ、ほんと。ほんと嫌いだわ。こいつらマジ分かりにくいんだよね、擬態が。あ、ここじゃない。こっちじゃない。向こうだ。向こうだね。もう迷子だよ。いろいろ襲われるから、なんか安心して探せないんだよね。でも、それ違うな。さすがに違う。いやいや、もう完全にそれでしょ。いや、お前も。痛い。あいよ、もう。あい。そこが開いたと。で、次に行けるようになって。邪魔。うるさい。弾持ってこい、弾。弾がマジでない。ガンパウダー、ガンパウダーもありがたいんですけど、それよりね、あの、本当にどうしようかっていうぐらい。その奥もなんかあるね。とりあえず、ちょっと待ってよ。入れて。置いて。置いて。で、どうしようか。三つから使うかな。で、結局スプレー持って行って、こんなところじゃないんでしょうかね。もう本当に、もうせっかく
回復したのに、あ、ダメ、ダメ、これダメ。ボタンの間違いがやばい。邪魔だよ。ちょっと5発ぐらいちゃんと割り合わないんだって。あの、これ、リアルね。リアルに言うと、ほんと、なんか5発ぐらいもらったとてってところなんですよね。で、その奥にあるってことね。でも、やったっぽいね。音楽終わったね。いや、これだ。装飾中っていうのか、わかんないけど。もう OK っぽいね。いいえ、もう十分でございますよ。あ、十分、もう十分、もうやめて。で、これこっちね、一通り倒しました。無駄に弾も使ったし、まだなんかガハガハ言ってやがるよ。そう、あら、そう、分かったよ。ハンドオンの弾、よし。ちょっと本当、弾ない、弾。ハンドガンだけじゃなくて、いろんなもんが。で、はい。これで開くと。開いて。どうすんの？お金は、お金はほどほどもらってるんですけど、どうなんだろう。ちょっとね、今回長かったら半分にしようかなっていう感じもするんですけど。な、嘘、嘘、どうしようか。邪魔、めっちゃ出てきてるじゃん。よっ、あ、ちょっと危ない。痛い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 、見えん、嘘嘘嘘、やば。ちょっと待って。うわ、危ない危ない危ない。ちょ、お前ら、そのリンチはなしだって。どうしよっかね。マジマジ、これマジ、めっちゃはめられてる。痛い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 、はめられてるって。こんなのどうすんの。
痛い痛い、1匹やった1匹やった1匹やった、なんとか1匹やった、なんとか1匹やった。この後どうしようか。これをうまいこと使って立ち回るか。痛い痛い痛い、もう邪魔だな。とね、痛い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 、早い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 て、何出してんのこのクズ。あ、もういいや、はい、あ、いいよ、まだいる。いや、まだいんの。ナイフ、ナイフでいいんだろうか。なんかボルト取っちゃった、いらねえんだって、持ってないんだってマインスロア。あ、また取っちゃった。まあまあいいか、売るか、売ってお金にしようかな。このままナイフは正直いいんだけど、いいんですけど、とりあえず、うん、ショットガン、はい、でショットガンにすると結構幅ができるんで、まあナイフも取れると、ナイフも取って売ろう。売っていこう売っていこう、どんどん売っていこう。よいしょ、素材 B ありがたい。よし、これであらかたやっつけましたよというところで、刺していく刺していくね、こっちもこっちも刺していく。もうほんとアシュリー恨むよ、俺がやめてほしいわ。アシュリー、レオン、ダメ、こっちに来ないで、怪我、後ろ、やめて、さあ続けなさい、やめて。なんて愚かな方、苦しみが一層増えるだけです。わかりませんか、やめて、お願い。この野郎、何飲まさ、それではお別れです、セニョール・ケネディ。あ、ありがとう。
どこ地下地下なんかあったよね、なんか落とされたよね、ポロッと前回も方の方でもね。どうしよう、なんかある？マップ的にはこっちなのかな？ハーブちょっとね、もうこれ使っとこうか。とりあえずもう持てないんで今なんだかんだ、ちょっと待って、どうしようか。22発で11あってっていうところで、ハンドガンクラフトしといて、ハンドガンクラフトして、こんなところでしょうかね。となんかすごい、だいぶ、あんたが突き落としたかも否めないんですけど、はい、まあ、いくらプラーがといってもこういうもんですかね。いや本当に、いやこういうもんとかって言ってる場合じゃないんですよね、まあ、特にでも何もないんで、進んでいこうか、進んでいこう。なんだ、またあの虫かよ、多分。こっち？反対側なんかアイテムないの？なんもないね。なんもない。こういけないところになんかあるんじゃないの？何もないの？困ったね。目的地はこっちの方みたいですね。いった、見えねえ見えねえ、ほんと擬態とかやってんじゃないのよ。こっちですね。もう基本的に一本道っぽいんですけど、まあまあ水から上がると比較的安心かな。これ走るとなんか落ちそうだね。なんかいるよね、まだ平然といるよね。ここからとりあえず降りてみましょうよと。降りたところで何か、まあいるんでしょうよ。いないなんてことない、バイオハザードだもん。こっちか。出て、照準が合わなかった。当たってる当たってるみたいなんですけどね。なんかブラックバスが取れたと。使っていこう、ブラックバスを使っていこう。ここどこ、とりあえず、あ、こっちではない、こっちではない、もうちょっと奥から行くべきみたいなね。こっちだね、多分こっち。よし、
ちょっとね歪んで見えるんでね、そこまでってわけじゃないんですけど、うん、そこまで分かりにくいわけじゃないわけじゃないですけど、うん、ああなんか読み損ねた。投獄者の手記、また一人死んだ奈落の穴に送り込まれてから何日か経つだろうか。食料は塔につき、なお出口は見つからない。飢えとか飢えは耐え難いほどで、皆が地底にとどまる黒い水を飲み始めた。最初の従者のエルミニオだった。歩けぬほど衰弱していた彼が突如狂ったように暴れ出した。彼が動かなくなるまでに二人が死んだ。もう黒い水は飲めない。最後まで死に抗っていたアベラルドも先ほど旅立った。私は皆の遺体を整え、彼らの魂の安息を祈ることしかできなかった。神よ、これほどの試しが必要ですか。いや知りません。はいはい、王冠ありがとう。で割れるとありがたい。葉っぱ系がいるのかと思っちゃった。で、イエローハーブを手に入れて、イエローハーブをひっつけて、これマジでちょっと邪魔だな。うん、いやまあまあ強いんでしょうけどね。うん、多分知らないんですけど、ライフル弾出るってことはそこのそこ強いんじゃないの多分。なんで急に、うん、それこっちのセリフよ。これで結構戻れ、いやこれもしかしてあれじゃない、あのなんか右腕だったかなんだかが来るんじゃないの。それは辛いんじゃないんでしょうかね。いやあの本当にこの武装じゃどうもならないんじゃないでしょうか。お聞きしたいんですけども、まず弾がないんですよね。弾がどうしたもんかと。まあなんかあった、ちょっと音がしたような気がしたらやっぱりあった。でまずはこれから組み合わせていこうかね。で、これでいいんでしょう、これは。で、王冠も組み合わせていこう。で、いいよ。で、いいぞ。で、この猫はなんかできんの？で、多分こうでしょうね。よいしょ。で、一応換気アイテムはそこそこ整ったんですけど、換気アイテムはね、換気アイテムが整ったからなんとかなるってもんじゃないでしょう、これ。どうすんのよ。いや、わかんない。何のこと言ってるのかわかんない。あんたならやってくれると思ってた。ああ、それね。それね。それね。うん。腰が痛い、目がつれ。年月ってのは残酷だよな。どうしようか。とりあえず売却しようかな。どんな価値ある仕事って。うん、
墓場まで持っていけない。まあ、それはね、言いたいことはわかる。言いたいことはわかるんですけど、言いたいことはわかるんですけども、どうしましょうかと。あと、ボルトも持ってないんで、意味がないんで、いいです。あと、それをどう勝たすかっていうところなんですけども、右腕だか左腕だかを、で、ストライカー、あ、ショットガンが変わるんだね。ショットガン変える?ライオットガンから?ライオットガンを手放して、こっちか。なるほど。ブロークンバタフライとりあえず買っとこうか。マグナム絶対いるでしょ。あとはどう収めるかってところですけど、まあこれをこうやってね、ハンドガンをここにやって、で、こう C ので、こいつをこうやりのこうで、こうでこうで、こうしましてのこうですよね。ウェルカム。何から始める？とりあえずナイフ修理して、こいつも修理して、まずマグナムより、まずショットガンをね、いや、もうお金的に無理じゃないんでしょうか。これどうなんだろう。いや、ブラックテールの方が正直強いんだよね。圧迫してるっていう意味で言うとあんまり良くないのかね。これでなんとかなる?ならねえんじゃねえの?液体窒素が補充できましたよと。液体窒素が補充できたからなんとかなるのかという問題もあるんですよね。ならないよね、これ絶対。ショートカットに入れるのと、いや、これこっちでいいか。これもショートカットに入れて、こっち。マグナム入れといて、いや、もう絶対なんともなんないじゃん。これはこっちか。何?回収歴9年5月、この弁を開けば黒い水が私の血の管を通り全身に巡り始める。それは私の生涯で最も苦痛に満ちた時になるだろう。今はその苦しみさえ待ち遠しい。それは聖なる陣痛、生まれ変わりの痛みなのだから、次に目覚めた時私は真にラモン様の従僕となるだろう。一度売り歩って、タラベラはここに誓う。私は人の枠を超え、真に神の従者とならん。私はハントを捕らえ、そのベルデューゴとならんと。なるほど。で、私はそのベルデューゴとやらに追われなきゃならんというところなんですかね。正気の沙汰じゃないな。
いや、そんなことは分かってるの、最初から。何も分かってるの。ね、エレベーターを待ちたいところなんですけども、だからナイフいらないんだって、本当に。ナイフなんか取ってる余裕ないのよ。もう容量的に。なんでこの9と1に分かれる？それだったら10であって、10であってほしいね。とりあえずね。まあハンドガンでなんとかなんのか。ならないでしょ。もうなんか分かってる。こっちはこのままじゃいけないんで、よいしょ、どっから行くのこれ。ここか。行けたけど、あんまり、なんか取りこぼしてる。なんかある。あるじゃん、普通に。あ、いや。もうゆっくりした段階で取ってきて、もうなんかすごくめんどくさくなってから取るのは無理だって。あ、来た。これ4であったよ。ちょっと待って。やめて。閉まってる。こっちじゃねえ。よいしょ。開いた。いたけど、すっげえ声がすんだけど。もう危ない。これ丸とバツとボタンが違うから怖いんだよね、正直。出た。いって痛い。もう痛い。もうマジでうぜえな。時間制じゃないだけまだマシか。これでも使うの早かったかな、マグナも。どこから来る？2発じゃどうもなんねえね。痛い。ちょっとやめて。これで上げとこ。じゃあもうマジでうぜえ。痛い。マジで痛い。ちょっと待ってね。はい、お願いします。なんで逃げてんだってめ。
った。なんだてめえ。ああもう。なんでこうついても動けんの？まずい。これまずいね。これきついわ。もう弾がね、ショットガンクラフトして、とりあえず逃げる。行って、逃げれない。痛い痛い。もう何なのこいつ。こんな強かったっけ。痛い。見えねえんだって。これもあっこで粘るしかないの。スポットここ、あ、もう使えないじゃん。じゃあなんでそんな3連続みたいなの来んの。でもベルデューゴがなんか死ぬねんけど邪魔だ。ちょ待って、ちょっと待って、こんな12発で倒せねえ。やった。なんか大したことなさそう。いや本当にやめて。これだ。遅えんだよ今さら来ても。もう終わってんのよ。ガンパウダー、やっぱショットガンの弾が全然作れねえな。いやこっからマグナムなんてどうすんのよ。まあ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 そこそこなんでしょうけど、なんでしょうか、それもわかんない。ちょっときついよ本当に。あ、この辺まで逃げてくれや方が良かったってことか。まあこれでの、まあまあ乗れたからよしか。上に上がれてるってこと？哀れな子羊よ、その悲しみは時期終わる。我らの新たな娘と同様に生産は果たされたのだ。かの者はすでに我らが血であり、我らが肉。忠実なる使徒が娘を導こう。使徒よ、さまよえる子らに救済を与えよ。仰せのままに。クラウザーだったっけ。嘘でしょ。安くしとくぜ。はい、ということでチャプターエンド。いや、あの右腕強かったわ、なんだかんだ。まあまあね、なんとか
結構ダメージ受けちゃったんですけど、まあまあなんとかクリアできたということでね、あの右腕倒した相手もどれぐらいで売れるのかがちょっと楽しみになってるんですけどね。安かったらがっかりも半端じゃないんですけども、今やっとなんでも名前も出てこないな、ちょっと長くやりすあの間が空いてて名前が出てこないんですけども、やっとこさ見つけたんでね、これでちょっと症状が改善してくれるとありがたいんですけどねっていうところで、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。であとですね、私の方がね、他にやっております地球防衛軍で、あとパワーオシュシミュレーターで、ゼニーの方でやっております逆転裁判でアンチャーテッド、こちらの方もねよろしくお願いいたします。ってことでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。